それでは皆さんご一緒に乾杯。今回は本当にお疲れ様。主君賞はもちろん雨宮さんね。そんなことありません。勝てたのは神山さんのおかげです。いや、お前は頑張った。頑張れなかったのは私だ。私もです。申し訳ありません。なぜ謝るんだ。生きて戻ってこられた、それだけで十分じゃないか。初穂もクラリスもよく頑張ったよ。ありがとう。はい。お、失礼します。皆さんにご報告があります。あら、何かしら。まずはこちらをご覧ください。これは帳簿？はい、大帝国劇場の資産状況です。結論から言えば、帝劇の運用資金がつきました。神山隊長の無限、その費用が高くついたのが原因です。俺のせいですか？ですが、無限がなければ戦えなかった。分かっています。ですが、それはそれ、これはこれです。カオルさん、資金がないということはもしかして。はい、当面お給金はありません。光熱費も食費もゼロです。おいおいおい、どうすんだよ。給金はともかく、飯抜きだけは嫌だぜ。私の本を売るなんて言わないでくださいね。敵がなくなっちゃう。あったのになくなっちゃう。困りましたわね。ねえ神山くん、どうしたらいいと思う？舞台公演をやりましょう。お客さんが入れば資金も調達できます。それはいい案ですね。賛成です。ですが、舞台公演を行うにはいろいろと問題が。そうね、公演を行うにしろ、コウマと戦うにしろ、必要なものが2つあるわ。というと？人は城、国は人なり。たくさんの孤児が言っているでしょう。つまり、人よ。紹介するわ。世界が誇るスター、アナスタシア・パルマ。ここに来れば退屈しないって星たちが言ってたけど確かにそうみたいね。メインゴーツ、本当にアナスタシアさん？有名な人なの？知らないのかよサクラ。世界的に有名な大スターじゃねえか。皆さん、ごきげんよう。私はアナスタシア・パルマ。帝劇の舞台に招かれるなんて光栄ね。花組の名に恥じぬ働きを約束するわ。あなたがキャプテン神山かしら。ええ、花組隊長の神山清十郎です。よろしく。そう、あなたが。先日のコウマとの戦いでは目覚ましい活躍をされたそうね。私もこの目で見てみたかったわ。アナスタシアさんには花組のスターとして舞台の花を務めてもらいますわ。そしてもちろん歌劇団の一員として戦いにも加わってもらいます。戦いにも？大丈夫なのか？もちろん、そちらの腕も期待していただいて結構よ。
さすがだな。頼りにさせてもらうよ。なんつうか、舞台も戦いも一気に戦力倍増って感じだな。世界一の演技を間近で見られるなんて、はあ、幸せです。ところで支配人、必要なものが2つっておっしゃってましたよね。いやー、よかった。忘れられてるんじゃないかと思ったよ。レイジ、お前なんでここに？おいおい、なんでとはお言葉だな。もう一つの秘密兵器とは俺のことよ。お友達ですか？ああ、兵学校時代の同期、シバレイジだ。俺が戦術本科、あいつが機構整備科で首席同士だった。聖十郎とはいろいろと張り合ったもんさ。いわば永遠のライバルってやつかな。ああ、また一緒に頑張ろう。期待してるぞ、レジ。はあ？お前本当に聖十郎か？熱でもあるのか？ああ、そうだよな。お前はそういうやつだ。お前に真面目に答えた俺がバカだったよ。そうそう、そういう感じがお前っぽいぜ。うるさい。何なんです、仲がいいんですか悪いんですか？男の人ってよくわかりませんね。芝君には技師長として主に量子戦闘機の整備を担当してもらいます。他にも部隊や設備の修理もお願いするわね。了解しました、スミレさん。ま、お前が来たなら安心だ。しっかり頼む。おう、任せとけ。それじゃあ私は部屋に戻ります。神山くん、後で私のところに来てくれる？はっ。来ましたわね。ご用は何でしょうか、支配人。あなたの昇進の話ですわ。昇進ですか？ええ、神山聖十郎、あなたを帝国歌劇団特命宣伝部長に任命します。はっ、ありがたく拝命いたします。て、特命宣伝部長？歌劇団でのお仕事のお話を、宣伝部の部長をお願いしたいの。はあ。先ほど説明した通り、大帝国劇場は財政の危機にありますわ。この問題を解決しなければ、歌劇団大戦に参加すらできない。参加できなければ優勝も何もありませんわ。だから何としても公演を成功させる必要があるのよ。スターとしてアナスタシア・パルマを迎え入れることはできたけど、それだけでは不十分。帝劇を民衆にしっかりとアピールするためには強力な宣伝活動が必要不可欠です。なるほど、理解しました。重要な役目ですね。話が早くて助かるわ。それじゃ早速だけど
これを使ってみて。このボタンがついた箱はもしかして、もしかして宣伝の秘密兵器ですか？ご名答。きっと気に入ってもらえると思いますわ。どんな道具なんだろう。ちょっとワクワクしてきたな。その箱を持ってそこにある台の上に乗ってちょうだい。それから箱の赤いボタンを押すのよ。わかりました。この赤いボタンを押せばいいんですね。そうですわ。やってみていただけますこと？なんだこの格好は。一体何がどうなったんだ。からくり宣伝人形大帝国劇場、略して劇蔵くんよ。この劇蔵くんに変身し帝劇を宣伝する、それがあなたの新しいお仕事。劇蔵くん。動きにくいし外もよく見えない。劇蔵くんに変身するためのその台は必要な時必要な場所に設置させるわ。匿名宣伝部長として劇蔵くんに変身して帝劇をしっかり宣伝してくださいましね。全力を尽くします。宣伝はこの劇蔵くんにお任せください。その姿で人の言葉を話すとか考えられないセンスですわね。どうすれば。象といえばパオーンですわよ。さあ行ってごらんなさい。ちょっと恥ずかしいけどこうなったらやるしかない。パオーン。素晴らしいですわ神山くん。これなら心配ありませんわね。本当にこれでいいんでしょうか。大丈夫でしょうか。見事な象っぷりでしたわよ。くれぐれも劇蔵くんのイメージを壊さないようにね。パオーン。それじゃあ手元にあるボタンを押しなさい。元の姿に戻れますわ。ご苦労様。気分はどう？なんというか、その…すごい仕掛けですね。一瞬で姿が変化するなんて。神崎重工、トップ技術の結晶ですわ。力の使いどころ完全に間違ってるな。どうせなら無限を量産してほしい。最後に一つ、劇蔵くんの中に神山くんがいることは絶対に秘密よ。お客様の夢を壊すわけにはいかないもの。それに正体を知られていない方がいろいろと便利なこともありますしね。確かに劇蔵くんにバクれば普段聞けない情報を集められるかもしれないな。それでは早速宣伝の任務を命じます。大帝国劇場ロビーの劇蔵台にて劇場の宣伝を行いなさい。は、宣伝部長として全力を尽くします。
これか。支配人の部屋にあったのと同じだな。よし、じゃあ宣伝の仕事始めるか。あおい、劇蔵くんの参上だ。よし、変身完了だ。あとは来てくれたお客さんに劇蔵くんでアピールすればいいんだな。さて、誰が来てくれるか。不審な声、もしかして侵入者。ん？なんだ？なんだ今の。よく見えないぞ。うわっ、パオンとか変な声が聞こえた。もしかしてこれの声というか、これは何？劇場くんのからくり像？お客さんじゃないようだな。となると、もしかしてこの望月あざみの目を盗んで像を置くなんて、なかなかやる。望月あざみ、そうか、この子が4人目の花組隊員か。こんなところに謎のボタンが。ん？ボタン？そんなものがついているのか。里の掟42条、謎を謎のまま捨ておくな。お、掟？押すのか。ちょっと待て。ポチッとな。とにかく叫ぼう。おお、それだけ？それだけなんだよ。隠れているのがバレたらダメなんだから。うん、わかった。これはただのからくり像なら問題ない。バレずに済んだか。だけどなんだかいろいろと変な子だったな。よう、ちゃんと仕事してるか。ブラブラしてるやつが言うセリフか。何の用だ。機体の整備状況を聞きに来たんだ。後部は治るのか。動力となる量子水晶がもう限界だ。あの空間の影響か、完全に使えなくなってる。治せるのか。さくらちゃんの後部だけはなんとか。アツコちゃんとクラリスちゃんのは無理だな。俺の無限はどうなんだ。さすがは最新鋭の量子戦闘機。深刻なダメージは受けていなかった。部品が届くまでは無理だが、届き次第完璧に仕上げてやるさ。そうか、よかった。ということはその部品が届くまでお前は暇なんだな。まあそうなるな。よし、じゃあ舞台装置を先に見てくれ。古い設備のままじゃ公演も思うようにできない。はいはい、分かったよ。もう少し機体の状況を調べてから舞台に取り掛かる。
来たか、清十郎。相談ってなんだ？舞台修理の目算でも立ったのか？そんなところだ。舞台を全部直すのに一日という感じだが、それでいいか？一日？そんな短時間で可能なのか？ざっと見たところ、問題点の洗い出しに3時間、修理6時間、予備3時間というところだ。うちのメカニックは優秀なんだな。わかった、それで進めてくれ。ああ、それと舞台のあらすじでも見せてくれれば、新しい大道具や仕掛けの提案もできるぜ。最初は人目を驚かせるセットで客の目を引きつけるのが手っ取り早いからな。それは助かるが。派手な舞台装置はいいが、それに出せる金は今の帝劇にはないぞ。貧乏なら貧乏なりに、後部の余った部品とかでなんとかするさ。学生時代、軍事練習で食料がない時に二人でいろいろ工夫して食ったりしただろ。あれと同じさ。あの時と一緒にするなよ。もう俺は草は食いたくないからな。で、具体的にはどうするつもりなんだ？俺が開発した高精度量子投影機、こいつを仕込む。もともとは仮想戦闘訓練装置として作ったんだが、不採用になってな。戦闘訓練装置って物騒なものじゃないだろうな。安心しろ、あくまで映像を舞台に投影するだけの装置だ。ただその映像効果は興奮待ったなしを保証するぜ。シャンゼリゼ通りだろうが、ニューヨークの摩天楼だろうが、思いのままに舞台に再現してみせる。すごいな、それが本当ならすごい舞台ができそうだ。作業には明日から取り掛かる。ま、期待しておいてくれ。誰だ？あ、君は、アザミ君？私の名前を知っている。何者？何者でもいい。名前を知られたからにはただでは置かない。里の掟62条、秘密を知る者生かしてはおけぬ。覚悟召されよ。待て待て待て、そうだ、おやつをあげよう。それで手打ちにしてくれないか？やっぱ無理か。三日月のおまんじゅう10個。え、本当に？それでいいの？よくない。里の掟79条、おやつで買収されるな。危うく掟を破るところだった。思わぬ強敵。いや強敵じゃなくて君の体調なんだけどな。俺は体調。君は帝国歌劇団花組の一人、望月あざみくんだろ。俺は神山清十郎。先日から花組の体調を任されている。神崎司令から聞いている。隊長に会うためこの部屋で待っていた。その割にいきなり物騒だったよ。そうか、あなたが神山清十郎。新しい隊長か。改めてご挨拶つかまつる。望月流忍者、望月あざみ。これより
あなたの配下となる。ああ、よろしく。承知した。では、ごめん。どこへ消えたんだ、一体。しかし、忍者だって？アサミ、おかえり。みんな、ただいま。今さっき戻ってきた。ん？さくらたちの部屋の方からだな。何があったんだろう。変わった格好の子ね。もしかしてメイドさんかしら。メイドじゃない、忍者。それに望月あざみという名前がある。そう、ごめんなさい。私はアナスタシア・パルマよ。よろしく。そうだ、あざみ、他にも新しい人がいるの、紹介するね。俺のことかな。さっき挨拶させてもらったよ。隊長、引き続き見回りをしている。さっきの隊長以外に不審者はいなかった。人聞きの悪いことを言わないでくれ。とはいえ、ご苦労様。もう切り上げて休んだらどうだ。問題ない、大丈夫。忍者アザミ、悪の魔の手から帝劇を守る。忍者興味深いわね。詳しい話を聞いてみたいところだけど。そうですね、今日はもう夜も遅いですし、明日にしましょう。アザミは見回りを続ける。何かあったら連絡を。忍者消えた。本当に忍者みたいだ。すごい子が花組にはいるんだな。あれは…お願いします、アナスタシアさん。私を弟子にしてください。お断りよ。いきなりやってきて何を言い出すかと思えば、少々無礼じゃなくて。すみません、でもどうしても演技を教えてほしかったんです。あの、どうしてもダメなんですか。ええ、ダメなものはダメ。私は先生になるつもりはないの。二人とも話は聞いたよ。そうだな、さくらを弟子にしてやってくれないかな。俺からも頼むよ。神山さん、あなたまでそんなことを言うのね、キャプテン。
私を便利な道具だとでも思っているのかしら。とにかく弟子入りはお断りよ。いくら頼まれても答えは変わらないわ。取り付く島もないとはこのことですね。何の声だ？さくら、早すぎよ。そこはもっと抑えめに。はい、先生。これは、もしかして。あ、神山さん。おお、なんだ。ちょっと。大したことないよ。大丈夫。朝からみんな揃って舞台の練習会？ああ、アナスタシアにお願いして私たちの演技を見てもらってたんだ。今だけよ。私はコーチじゃないから。それでも助かるよ。ありがとう。このことを言うと、早く本番の練習を始めたいですよね。アナスタシアが来たのに、まだ演目も決まってない。あまり時間もないから、ちょっと焦るわね。わかってる。だから、次回公演の演目を今日決めよう。決めましょう。主役はアナスタシアさんでいいんですよね。もちろんそうだな。アナスタシアのお披露目公演でもあるからね。分かってる。しっかり務めさせてもらうわ。アナスタシアさんと一緒の舞台に立てるなんて楽しみすぎます。アナスタシアさんの魅力を最大限に伝えられる演目が必要ですね。それに客の心をグッと掴むやつだ。そういう演目じゃないとやる意味がね。いろいろと考えはあるようだな。まずはみんなの意見を聞いてみようか。いろんな意見があるもんだな。何から決めるか考えてみてはどうですか？最初に考えるのを決めるか。そうだな。どんな作戦も初手が大切だもんな。脚本から決めてみるか。思います。どんな舞台も脚本があってこそですから。主演女優はアナスタシアさんで決まってても、やっぱりどんな話にするかでいろいろ変わってきますよね。脚本か。そういえばクラリス、
君はいつか面白い話を書きたいって言ってたね。言ってました。私言ってました。私もちゃんと聞きましたよ。いいんじゃねえか。クラリスならいろんな本を読んでるし。里の掟34条、機会を逃すな、やるだけやれ。そうね、書けるというのなら見てみたいわ。無理です、無理無理です。無理なんかじゃないさ、大丈夫、やればできるよ。どうかなクラリス、脚本をお願いできないかな。それは命令ですか。命令じゃない、だが帝劇の命運がかかったお願いだ。もっとひどいです。よし、とりあえず一歩前進。クラリス、よろしくな。はい。どんな物語になるのか楽しみね。すごいプレッシャーですよ。大丈夫、クラリスなら絶対面白いお話が書けるよ。期待してる。ワクワク。本当にどうなっても知りませんよ。クラリスなら大丈夫だよ。まずはやってみよう。そう言い切る自信はどこから来るんでしょう。大丈夫、俺たちだっているんだ。協力できることなら何だってやるよ。そうだな、まずは舞台装置に関してレイジに聞きに行ってみようか。よー、聖獣郎。お、クラリスちゃんも一緒か。お邪魔します。あの、新しい舞台装置のことで。量子舞台演出機、うつりちゃん。場面や衣装を瞬時に切り替えられる。相変わらず変な名前をつけるな、レイジ。バカ野郎、名前をつけるってのは愛情表現だ。俺の愛をバカにするんじゃねえ。場面や衣装を瞬時にって、そんなこと本当にできるんですか。ま、本当に変化させるんじゃなくて、そういう映像を映すってのが正解だがな。あ、なるほど。じゃあ例えば湖を凍らせたり、野原がいきなり嵐になったりというのは。お茶の子さいさいだ。瞬きしてる間にやってやるぜ。本当ですか、すごいです。それじゃあ、もしかして、もしかしたら何かきっかけがつかめたかね。はい、ちょっとアイデアが湧いてきました。すみません、部屋に戻って書き溜めてきますね。失礼します。いい子だな、クラリスちゃんは。可愛くて仕方ないぜ。お前、格納庫以外出入り禁止だ。おいおい、ひどいやつだな相変わらず。今だってちゃんと役に立っただろ。うるさい。けどまあ、助かったとは言っておく。